絶景が待ってますよ。すげえ。そしてこっからだと山頂がすごい。見てください。はい、小松山山頂到着、878m です。はい、どうも久しぶりです。一周飛ばしたのと、あと山にあまり登れてなくて、仕事が忙しかったり天気が悪かったりタイミングが合わなくて動画をだいぶサボってましたが、久しぶりに山に来ております。今日は11月11日金曜日なんですけど、あまりに天気がいいのと、昨日ちょっと夜遅くまで仕事したんで昼からお休みをもらって、先ほど釜瀬山のスタートハウスでお昼ご飯済ませ、観音堂コースからトラバースして、今からテーブルがですね、いつもの好きなとこあそこに行ってコーヒーを飲もうと思います。で、今後ろに見えるのはこれ仁王岩ですね。これをちょっと今から登ってみようと思います。はい、フリークライミングなんてまあ全然高さは低いので安全です。はい、仁王岩です。はい、じゃあスタート。Want you to feel the way I feel inside. I'm reaching out for help. You got me in a riptide. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? Cause you lit the match, that ignites the flame. I'm the TNT.はい、仁王岩をクリアして不動岩まで登ってきました。標高は 710m。 ここも登りたいんですが、降格。ここはちょっとレベルが高いですね。逆走スラブみたいになってて、まあ頑張ればいけなそうではないんですけど、ヘルメットもないしマットもないんで、ちょっとやめまして安牌で行きましょう。はい、これが今不動岩の上なんですけど、すごい景色。テーブル岩もいいけど不動岩もいいね。そしてこっからだと山頂がすごい。見てください。お、不動岩から分岐になってて、これを登っていくと、あそこの第一ガルバですね。はい、よくみんな登山で行くのが、ここが大黒天で、こっちが第二ガルバ。あそこはみんなよく歩いてるところです。第一ガルバはなかなか行くことはないと思いますね。でも実際第一ガルバの方が見ての通り大きいんですよね。はい、じゃあ私はここからの分岐でテーブル岩に行きます。はい、行者岩到着です。テーブル岩ですね。最高。テーブル岩は登る岩じゃないので登りません。ここはコーヒーを飲むための岩です。超綺麗。庄司山北国山ですね。で、こちらが第二地点で、この向こう側に釜瀬山の山頂があります。ふぅ、さあコーヒー飲みましょう。いただきます。ごちそうさまでした。はい、いつもの体内くぐりまで来ました。上だとか下だとかいう説があるんですけど、うん、どっちなんでしょうか。どっちでもいいか、両方通ったことがありますそしてここの上りは結構な急登なんですよね。その模様をどうぞ。で、結構楽しいでしょ。はい、もうこれでアトラクションは終わりですね。はい、あとは山頂目指しましょう。イエーイ。
はい、先ほどの観音堂コースの胎内くぐりを抜けて、ガレ場に出ました。その後ちょっと標高を落として薬師店を通過、大黒天コースに入っております。あそこがお昼ご飯食べたスタートハウスですね。はい、あっこから登ってくると、まあ直線で薬師店まで登れて、大黒天コースは上級コースと言われているところです。実際にここはクライミングとかもやれて、まあ前にもアップしてますけど、危険な岩場です。はい、ヘルメットは必要かもしれません、人による。はい、じゃあ登っていきます。今日はアトラクションデーなので、岩を楽しみたくて回り込んできました。大黒天コースはきついんですけど、絶景が待ってますよ。ふぅー、すげー、超いいですよね。ナイスアトラクション。はい、鎌瀬山山頂到着、878メートルでーす。ふぅ、いやー気持ちいい。今2時過ぎですね。だいぶ西日になってきて、マジックアワーっぽくなって綺麗ですね。今日は鎌瀬山久しぶりに登りました。最近登れてなかったんで、山に登れて嬉しいというのと、あとアトラクションですね。あれで岩をいっぱい登って楽しめました。また明日も土曜日なんですけど、仕事があったり忙しいんですが、まあ今日いい気晴らしができたんで、また充電できました。はい、じゃあ今日はもうこのままあと降りるだけなので、この辺で終了にしようと思います。ご視聴いただきありがとうございました。最後はパノラマをご覧になり、お別れしましょう。ではまた来週じゃねえやご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。